速稼塾の久保です。億万長者合宿リターンズへようこそ。今日から新しいシリーズになりまして、前回の億万長者合宿レイジですね。レイジってのは胸の奥から湧き上がるような、そんなね、感情という、そんなイメージでございましたけども、今回はリターンズということで、もう一回ねやり直してみようっていうことなんですね。まあその他にもテーマをいろいろと盛り込んでいきますけども、今までできなかったこともこれからできるんだよってことなんですよね。ここに一つの例を申し上げたいと思いますけども、私の塾生さんでね、女性の方がいらっしゃいまして、この方はお孫さんもいらっしゃるような年齢です。で、その方がね、速稼塾に入りまして、私のカリキュラムを取り組んでいたんですけども、何度やっても挫折してですね、ついにね、欠番状を出してきました。自主的にです。出してきたのが平成28年3月29日のことでございます。ちょっと本人の許可がないんで、名前のところはね、隠させていただきますけども、これからどうやって結果を出すかということを私の方にね出してくださったんですよ。これはね、いわゆる波紋を解いていただくために、再入門するためリターンズなんですよね。だからもう一回速稼塾に挑戦させてくださいと、そのために私はこういう約束をしますという欠番状を書いてくださったんですよね。で、それに対して私は再入門の特別講義を設けましたね。で、費用は18万です。で、そういった形でね、お互いの合意のもとに、私の広島銀行の最上階のオフィスでですね、お互いに確認し合って、平成28年ですよ。で、これから4年前でしょ。うん。4年前のことだったと思いますけどもね。5年前かな。まあ、なんといってもね、4年か5年はかかってるってことなんですよ。今どうなってるかってことですけども、有名なパソコンの先生になりました。当時からは考えられないです。でも一歩一歩足を踏みしめて、私のカリキュラムをこなしながら、なおかつ自分に必要なことは自分で学びながら、速稼塾依存せずにですね、速稼塾も学ぶんだけども、でもそこから自分の世界を広げていって、自分で集客して、 Facebook で集客して、もうメールとか、それから自分自身の、ね、知り合いに声をかけながら、私のメルマガで紹介されながら、全てのご縁を自分の、あ、この人に商品を売ろう、この人にパソコンの講義をしよう、一人一人をそういうふうに意識してですね、そしてコミュニケーションを取って、今は人気のパソコン講師で、それで生計を立てています。すごいですよね。お孫さんがいらっしゃる年齢ですよ。私よりも随分、まあ随分上って言ったらね、この方に申し訳ないですけども、年齢が上でですね、やり通したんですよ。もちろんこういう方ばかりではありません。なんでね、結果が出る人と出ない人がいるかっていうと、これはね、どこから始めるかではないんですよ。何歳から始めるかではないんですよ。今から始めたのか、そしてちゃんと宣言をしたのかどうかっていうのが大きいです。特に書面にして、書面を読んでいただくために、18万という再入門価格をね、自分で設定して私の方に振り込み、もし達成できなかったらペナルティをどうするかってことも書いてます。で、この日にですね、この方は、非常に長い髪だったんですけども、髪をね、まあ、こう書いてますけども、丸坊主にしてお約束しますということを書いてますね。結果が出せなかったらどうするか。ね、丸坊主、ミスを取り戻すためにどうするか。ここまで具体的に書いてあるとですね、うん。で、こうも書いてますよ。これから4月1日から6月30日までの、これ3月29日の欠番状なんですけども、その3月29日の欠番状、許可が出てから3日後、4月1日から6月30日までの3ヶ月、最低でも1日2000円の売り上げを立てる計画だということなんですよ。1日2000円、ね、だ相当な思いでされたんですよね。もちろん最初の頃は1日2000円の売り上げ立ちませんでした。でもこの3ヶ月が終わった時に、平均で1日2000どころではない日当になってるんですよ。だからね、できるなと思うんですよね。これはもちろん自分に稼ごうという気がなければ何もできないと思います。でもね、若くなければダメってことは全然ないです。今置かれているその現状で最大限の効果を出すのがビジネスじゃないですか。じゃあですね、自分が日本人に生まれた、アメリカ人はいいなって考えてもアメリカ人になれないわけですよ。中国人はいいなと思ってもなれないわけですよ。じゃあ今起きる現状でできることってないんでしょうかね。ないんだったらもう諦めればいいと思うんですよ。
淡い夢を持たずに、でも自分の持っているカードがたった1枚だとしても、その1枚で勝負はできるわけですよね。でその勝負をする姿がもうすでに勝利なんですよ。なぜなら勝負をして勝っても負けても、まあ大体負けるんですけども、負けた時に転び方を覚えてるはずなんですよ。じゃあですね、デジタル情報の発信の方法としては、自分がどうして負けたのかという発信はもうできるわけですよ。他にもね、挑戦したところを発信することもできるし、決意というものも発信できるんですよ。だからこういった宣言をすることで、さまざまなコンテンツってできると思いますし、宣言すらできてない人にとってはものすごい憧れになるんですよね。その距離、宣言できた人、できてなかった人、もうここで差がついちゃってるんですよ。じゃあ速稼塾にしても、なんとか塾にしても、何でもいいです。そのビジネス塾に入ろうとしてる人と、入ってない人、悩んでる人、もう差がついてると思いませんか？そんなね、自分を鍛えるために何かに時間、お金、人、投資する、当たり前だと思うんですよ。自分が何も身を裂かずに何かを達成できるんだとしたら、今はこうやって悩んでないわけですよ。で、今度はね、私の例を申し上げますけども、私は40歳まで麻雀しかしてこなかったです。皆さん麻雀屋、想像つきます？行ったこともないでしょ。ね、町場の麻雀で食べてる人、どうですか？仮にも尊敬できないと思います。私たち麻雀事業者自身が思ってます。麻雀業界から転職は麻雀業界しかないんですよ。だから40過ぎても50過ぎても麻雀するしかないんですよ。もう抜け出せなくなります。だって元麻雀屋の人、誰か雇いたいですか？非常に厳しいと思いますよ。何のスキルもないですよ。麻雀してるだけですよ。麻雀が上手な人が、麻雀に慣れた人が、麻雀以外の環境で何をするんですか？そういう先入観が自他ともに働きます。そういう環境にいて、私がですね、40歳からパソコンを買ってきて、12000円の Chromebook 中古、これを買ってきてですね、人差し指でパソコンを始めました。スタートした時、私が唯一思ったのが、3年後に1億円稼げるなという確信なんですよ。そして私は早く稼ぐ塾、速稼塾というのをスタートしました。この塾の名前自身がもうね、宣言なんですよ。速稼塾、稼げそうだな、稼いでそうだな、そういう先入観が自他ともに、まあ、身についたと私は思ったんですよね。だから私自身もお金をこれで稼げるんだなという、どんどんモチベーションが上がりました。その速稼塾という名前を付けたことによって。でもどうでしょうか、速稼塾でなくてもいいんですけども、自分が何らかの商品、何らかのコミュニティを運営しているという、そういった先入観を持たなかったら、一体どこに道ができるんでしょうか。私は少なくとも速稼塾というものを作った瞬間、1円も稼いでなかったんですけども、でももうね、3年後には1億円があるという、そんな前提ができてましたね。まあ、ですので、全てのことに自信を持ってヨーヨーとお話もできましたし、それから多くの人の悩みが寄せられました。お金の問題です。私自身が当時3000万以上の借金があったのに、そしてお金が全然稼げてなかったのに、お金に関する悩み相談が来たわけなんですよ。で、その悩み相談、私の財産です。なぜならどんなことに人は困っているのかってことが財産としてね、私のところにどんどん飛び込んできたからなんですよ。で、そういうふうになんで私に相談していただけるようになったかというと、私がお金の問題を解決しますというふうにね、まるで宗教の神様のように宣言したからなんですよね。そうすると、もしかしたらなんとかなるかもしれないと感じた人が私のところにアプローチしてくれました。それが最初のリストです。そのリストに対して速稼塾のセミナーの案内を出しました。そうすると、最初の1ヶ月で50人の方がですね、私の少ない人脈の中から50人もの方がやってきてくれました。私は当時麻雀しかしてませんでした。麻雀関連のお客様もいらっしゃいました。そして麻雀の事業者として異業種交流会にも参加してました。異業種交流会で名刺交換をした、本当に一度しか言葉を交わしたことのあった方が来てくださいました。その他 Facebook で発信していました。 Facebook をね、覚えてね、 Facebook で速稼塾というね、書きました。記事らしい記事は書いたことなかった私です。でも東京や福岡から全く見ず知らずの方がね、来てくださいました。私がアクションを起こすことによって、私に対する信頼ではなくて期待でしょうね。この人なら何とかしてくれるかもしれないというふうな期待、そしてもしかしたらこの人に期待したけどダメだったかもしれない、そういう不安も持たせたかもしれません。でも私はセミナーで全力でね、自分のできることをお答えしました。
自分のできることって何だったかというと、単なるセルフバックです。 A8 ネットのクレジットカードを作って、はい1万円です、2万円です、これを2時間かけてセミナーでお話しただけです。どうですかね、これできませんかね。まずこれをやってみて、私は考えました。これをやってみて、一人のお客さん来なかったら、それでもいいじゃないかと思ったんですよ。一人のお客さんも来なかったら、その一人で誰もいない客席に向かってやっているセミナー映像を今度は販売しようと思ったんですよ、ね、もしくはそれを集客のネタとして無料オファーとして使っていこうと思いました。だからね、結局ね、何かをやろうと思ったら、そのやろうと思った枝葉からたくさんのアイデアが生まれてくるし、アイデアが生まれてなかったら私がアイデアを授けます。だからあなたがもしね、今まで何も実践できなかったとしたら、何も結果を出せなかったとしたら、安心してください。この億万長者合宿リターンズのこのね、動画のキャッチボールまた始まります。これは999話まで1000回あるんですよ。あなたが途中で挫折して YouTube を見なくなっても、この動画は回り続けてるんですよ。いつ参加していただいてもいいです、ね、これでここまでの情報発信でヒントが見つからないってことはありません。で、情報が多すぎるという方、多すぎるならなおのこといいじゃないですか。全てがあなたの無料コンテンツのネタになるわけですよ、ね、よく情報がないから発信できませんって言いますけども、この億万長者合宿のリターンズの内容をそのまま丸パクリして自分で喋って、それをコンテンツにすればいいんじゃないですか。もう負けることはないと思います。しかもこのコンテンツ見るの無料なんですよ。無料ですよ。1億円以上稼いだ人間が2人います。その講義が無料です。いや、これで稼げないんだったらもう稼がないでください、ね、もう諦めてくださいもしくは他の塾とか他の情報商材買ってもっともっと損してください。それしかないじゃないですか、ね、もう最後ですよ、この億万長者合宿は、うん、まあそういう思いでね、見ていただければと思いますし、そういう方が見てくださってるんだろうなと思って、私も今回また気持ちを新たにね、リターンしてお送りしようと思います。それでは本日は以上です。吉田さんとのキャッチボール、またね、始まること楽しみにしますよ。それでは行ってみよう。